オールアバウト、オールアバウト、オールアバウトは、株式会社オールアバウトが運営する、生活情報サイトである。2001年に株式会社リクルートと、アメリカ合衆国のアバウトインク社との合弁会社として、運営をスタートしたが、2004年9月に、ヤフー株式会社が、ベアバート社の持ち株分をすべて買い取る形で資本、賛資、現在に至っている。 日本語版オールアバウトは2001年2月15日にリクルートと ABOUT.com を運営する About Inc 社の合弁企業リクルート About.com ジャパン社によるオールアバウトジャパンとしてサービスを開始した ABOUT.com の方針を持ち込んで敷かれたガイド制は現在も引き継がれている2004年7月には社名を 株式会社をオールアバウトとし、同9月にはヤフーがベアバウト社の株式持ち分をすべて取得。また、同10月にはサイト名からジャパンを外し、オールアバウトとしている。主として30代後半から40代をターゲットとし、ガイドと呼ばれる専門家が編集する記事による情報提供を絡めた広告収入をコアビジネスとしている。仕事や趣味など、 日常生活に関わるテーマを設け、各テーマごとに細分化されたサイトを開設している。それぞれのサイトは、ガイドが中心となって、ウェブ上の記事やリンク集の更新、メールマガジン発行を行っている。ガイドは、基本的に実名性であり、顔写真入りのプロフィールを公開するなど、ガイドの色が濃く現れる運営方法をとっている。ガイドが運営するテーマごとのサイトを、 ガイドサイトと呼んでいる。2017年3月現在、約900個のガイドサイトが設けられており、それぞれのガイドサイトに一人ずつのガイドがついている。ガイドは入れ替わりがあり、新しいガイドが就任することで新たなガイドサイトが作られたり、逆にガイドの辞任に伴って、ガイドサイトが終了あるいは休止したりすることもある。30から40代前半の熱い男を目指す。 ビジネスマン向けのライフスタイルマガジン。仕事、遊び、趣味、恋愛など、何事も、全力投球で打ち込む、熱男こそ、現代版の伊達男。4M では、熱い男たちに必要なファッション、ビューティー、グルメなどを、デイリーでお届けし、熱男になるためのハウツーを、あらゆる方面からアプローチしている。オールアバウト編集部、ガイドがキュレーターとなって、テーマに合わせ、 ガイド記事をはじめオールアバウト内外のコンテンツを集約したまとめコンテンツ。2015年9月に開設された日本文化の発信による訪日ニーズの取り込み及び海外進出を目指す企業、自治体の支援を目的とした外国人向けの日本総合情報サイト。外国人目線で日本の魅力を発掘、発信をビジョンに観光だけでなくグルメ、文化、 技術といったカテゴリーでの通な国内情報をはじめ、海外における日本情報まで幅広い情報を多言語で発信している。オールアバウトスーパーおすすめサイト対象。オールアバウトスーパーおすすめサイト対象。オールアバウトスーパーおすすめサイト対象は、オールアバウトが2001年から2010年まで実施していたウェブ投票による優秀なサイトの表彰。 オールアバウトのガイドがノミネートしたサイトから、参加者の投票で選ばれる。最も評価の高い総合大賞のほか、大賞・審査員特別賞、10から20個、年によって、変動のチャネル賞が設けられた。2010年で終了している。その年、健康・マネーなどの部門において、生活者の身の回りで、特徴的だったと思われることとそれに対する決断について、 ガイド、専門家のアンケート結果をもとに、オールアバウト編集部が審議を行い、総合ランキングを発表するアワード企画。2014年から行われている。過去のランキング最新の家電事情に精通したオールアバウトガイドが、その年に最も感動や驚きを感じた家電を、キッチン、掃除、洗濯などのカテゴリーから選出するアワード企画。 2011年より行われている、その年に発売された、化粧品及び定番の通販化粧品の中から、美容のプロが、部門ごとに最も優れた商品を選定する、アワード企画。簡単ダイエットの記事を担当するエステティシャンの問い、千春が、2014年6月に、驚愕、3日間で 2kg 痩せるレモネードダイエットとはという記事で、塩水による、 消化器官の洗浄として、1リットルの水に塩を小さじ2杯を入れたものを、毎朝空腹時に一気に飲む、ソルトウォーターバッシングなるものを紹介。塩水洗浄は、塩と水しか使用していないので最も安全。塩水の濃度は、血液に近い濃度なので、腎臓は水を吸収せず、塩分も体には吸収されませんと述べていた。2016年2月に NHK が、 塩水飲んでダイエット溢れるフェイク健康情報として、その危険性を特集した。オールアバウトは NHK の取材に、当該の記事については、ダイエット方法として捉えているので、医師の監修の必要性は感じていなかったと回答。記事の執筆者は、自分も何度も塩水洗浄をやっているし、顧客にも行うよう指導しているが、これまで体調を崩した人はいない。 ダイエット方法だったので、医師の監修は必要ないと思ったと回答した。記事が問題視されるようになり、記事には注意喚起の文が入れられた。その後、記事は削除された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。